カリーソルジャーの M 強アワー。一週間のご無沙汰です。リーダーです。水野でございます。12月に入ってるらしい。どうやら12月か。もうこれね、誰もが思う、誰もが言うけど、早い早いね。1年は本当に早い。俺この数年、もう 4,5 年の中で一番早い。あ、本当に。もうでもその忙しかったってことだと思うよ。俺旗から見ててもリーダー、まあ今年は忙しかったよね。そうなのかね。確かに後半が特に忙しかった。ちょっと倒れるんじゃないかなっていうぐらいのなんかね。本当まあさすがに倒れるほどこの体力を使ってるかちょっとあれなんですけれども、でもほら。レシピ本関係の撮影とかね、ああいうのが立て込んだっていうのがあってね。だね、去年まではね、そのリーダーがね、まあ、ほら、割と俺とリーダーが一緒に動いたりとか、同じ案件に顔を合わせることっていうのはまあ相当多いわけじゃないで、そうすると、その水野さんとリーダーの、スケジュールが合うところで的な、話とかもちょいちょいあるんですよ。で、そういう時にね、去年まではね、まあ、大概リーダーの方が、スケジュール少ないわけ。そうそうそう。で、水野なんかもうほら、散歩と美術館巡りしかしてないからさ、いつでもいいですよみたいな感じで、で、リーダーに合わせてきます。でも、まあ、あの男は忙しぶる男だから、ね。忙しい、忙しいって言ってるだけで、実際には結構空いてるんですよって言ってたけど、今年は、リーダーで忙しいんで。で、俺が言う、何度も言ったぐらいだから、今年。でも、ほんと、ほんと今年は、なんと、これ M 教で言ってないかもしれませんが、ほら、2021年、リーダー伊藤桜は仕事断らない宣言してたからね。言ってたもんね。そう。とにかくなんかいただける仕事は、全力尽くして頑張ります、みたいな感じで、とにかく受けてたんですよね。だから、ほんと、まあ、細かい仕事から、まあ、大きな仕事までというか、物量的にね、やりましたけれども、なんかほんと、重なるんだよね、っていうか、集中するんね、こういうのってね。でもなんか、いいけどね、断らずにやるっていうさ、期間がさ、しばらくあるのまあそうね、そう。これでまあ鍛えられた感じはあるね。で、断らずにやった結果ね、なんだっけ、なんだっけ、等身大パネルにまでなってたからね。あれ去年の話か、あれ。あれはもう、去年から続いてる話だけど。去年から続いてるよね。あれもさ、あれはちょっと、あれちょっと言わせて。あれちょっと言わせて。あれは、ルクマ東京。ルクマ東京ね、ルクマ東京。今、ごめんね。ルクマ東京俺飲みに行きたいのよ。行きましょう行きましょう。とにかくホルモンがうまいっつって。絶品でございます。東京ナンバーワンです。そう。東京ナンバーワン。東京ナンバーワンソウルセット。ホルモンセットね。ホルモンセットですよ。あら、それ飲みに行きたいんだけど、そう、で、ルクマそう、ルクマさんが、パネル、カレー、事業を始めてね、そのカレー事業のところで、僕がレシピをちょっと考えるのをお手伝いしてあげて、ホルモンを使ったカレーを。そこで使ってるホルモンを使ってね、でやろうって。で、始めたんです。で、まあ、こだわらないイヤーからの前であったけれども、とにかく僕はレシピ考えるの好きだから、どんどんレシピ考えるし、あ、こういうのいいんじゃないですかって。で、まあ、僕の名前出そうが出す前か、そこはお任せしますだったんだけど、どうやら東京カリー番長ってのを使いたいっていうことを言ってね。まあでも全然使うだろう。そういうパターンもあるからね。使わないパターンもある、使うパターンもある。どんどん、じゃあ、出すのは全然 OK ですよ。で、さらに言うと、リーダーの顔出しましてきた。リーダーの顔も使いたい。顔も使いたい。キャッチーな顔してるからね。いやいや、別にまあ、恥ずかしいんで、出たくはないけど、使いたいって言うんだったら使ってもいいですけど、そんな宣伝効果ないしね、このおっさん誰だから。まあね。そんなに出まくってる、認識されてる顔じゃない。そうね、メディアに出てる人じゃないからね。ただ人目は引くよね、この顔だったら。メガネ、ヒゲメガネがね。で、まあさらに言うと、その、ルクマ東京さんのオーナーさんと一緒にね、もうツーショット的な、等身大パネルしたい。等身大パネルと。ちっちゃいポスターとかそのレベルじゃなくて、いや、等身大パネルを作ったって、それはさすがにやりすぎじゃないですかって思ったけど、どうせやるならね。まあね、でもまあ、それをやるっつんで、わかりましたって受けてやった。だから、そのルクマ東京さんは渋谷と恵比寿に店舗があって、まあそのカレーの方は最初渋谷でやってたんで、渋谷の明治通りにね、明治通りにバーンとパネル立てて、歩道にね、やってたんですって。もちろん、
何そこを通る人たちね、うん、このおっさん誰ですよ、はいはい、まあ、ある意味二人ともね、まあね、二人ともこのおっさん誰、うん、でもなんかほらカレー持っていい感じだもんね。そうそうそう。いい感じ。撮ってくれてる方がいい人だ。そうそうね。素晴らしいカメラマン。素晴らしいカメラマンなんで。いい感じに撮れてるんだけども。うん、で、何まあ、ね、昼時とか夕方とかさ、うん。まあ、基本昼しかやってなかったね、前はね。うん、あの、女子高生とか、そういうなんか若い女の子たちが、目の前撮ってると、うん、何このおじさんって言ってなんか、自撮りするんだって。その、俺たちと。これ、変なの見つけたんだけど、みたいな。それが恥ずかしいよ、ね、すごい、ね。誰か知らないのにね。いや、すごい。そう。ほんでさ、そこのね、うん、今、その、ルクマ東京が、ランチタイム、うん、内臓カリー。そう、内臓カリーっていう名前を変えて、ね、昼間カレー店として営業してるじゃん。そう、うん。で、そこにリーダーのカレーも出てるじゃない。そうそう。でさ、うん、そのね、うん、まあ、いわゆるルクマの、従業員、うん、まあ、スタッフ、の、うん、女性二人と最近私知り合ったんですよ。うん、でね。その二人がね、まあ当然だけれども、うん、いや、今リーダーにもね、監修してもらって、うん、うちこういうカレーやってるんで、うん、で、水野さんもぜひ食べに来てくださいみたいな話がなるじゃない。うん、で、それは、あ、そう、もうリーダーから聞いてます。うん、もう、いつか、うん。いつかなんて言い方しないけど、あ、まあ、ぜひぜひみたいなこと言うけど、うん、このさ、うん、ぜひぜひみたいなさ、うん、ぜひ2回言うとき、だいたいこう、ちょっとこう、うん、邪険にしてる感じとか、返事に困ってる感じの、そうあるね。ね。あるある。いや、てか、普段でもほぼカレー食べないからさ、うん、で食べてないから、うん、まあ、で、さらに言うとさ、うんうん、リーダーのプロデュースのカレーでしょいや、もういいじゃん。リーダーのカレーはもうね、うんうんうん、よく食べてるし。って思って、うん、で、ちょっとその、軽くスルーしてたわけ。うん、で、スルーしてて、ちょこちょこ会うのよ、その二人がね、うんうんうん。で、ちょこちょこ会うのよ、スルーしてたら、うん、だん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 向こうがさ、やっぱすごい熱心な人でさ、うんうんうん、いや、もうぜひ来てもらいたいのに、うん、水野さん、いつ来てくれるんですかその時にさ、うん、何人かいたの、その場にね。おーおーおーで、俺その場の、うんうん、まあちょっとまた笑い欲しさに、うん、いや、あ、行きますよ、行きたいんだけど、うん、でもリーダーのプロデュースのカレーでしょリーダーのプロデュースのカレーは食べたくないんですよって言ったらそこは一応ドカーン、うん、ドカンだよ、そこはね、ドカンだけど、その二人だけ全然笑ってないわけ、うんうんうん、あ、なんか、あ、そうなんですかみたいになってその場終わったのね、うんうん。でも俺はドカーンだったから、あんまりその二人の顔も見てなかったんだけど、うん、なんか、うん、その、また後日ですよ。うん、その二人に、またって。会った時に、うん、もうね、その目が違ったわけ。その真剣度合いが、さらに強まってて、うんうん、で、今日は、もう決めて帰るみたいな。うん、ね。水野を落とす。そう。って感じになってて。その、内臓カリーのショップカード、ね。うん、おー。俺んとこにつかつかって詰め寄ってきて、水野さん。うん、いつ来てくれるんですかまずね、まず。いつも通りのパターンのね、まずは正攻法の攻めできたね、まずは、ね。ショップカードを、こうポケットから出して、俺に渡しながら、うんうん、リーダー以外のカレーもありますんで。もうこれで逃げられないもんね。リーダーのカレーは食べたくないに、の逃げ道です。そう立たれたからね。言い訳が。言い訳立たれた。そこがネックなら、うんうん、そうそう、リーダー以外のカレーもあります、ね。ありますけれど。で、ありますんでの時がさ、うん、もう、うん、なんていうの、もう目がさ、うん、目を合わせたまま絶対こっちから先に話さないからねって感じ。はいはいはい、ありますんで、ね。いやいや、その、リーダー、本気にしてたのって言って、俺。そこね、まずね。リーダーのカレーだったら俺いけないわ。もう本気にしてたんだと思って。いや、行ったらね。いや、行きますよ。行ったら俺もリーダーのカレー食べるよ、せっかくだからと思ってさ。うん、で、まあ、そこまで言われたから、これはさすがに俺もね、うんうんうん、これはちょっと、行かなきゃ。早く行ってくださいね。で、結構早々に行ったわけ。うん、昼に、うんうんうん。行って、そしたらもう、開店直後に俺は狙ってったから、うんうん。で、開店直後、もうカウンター俺一人だけっていう、うん、で、その後こう、うん、テイクアウトがとか、他のお客さん来たけど、うんうん、それもなんか、来てくれたんです、ありがとうございます、うんうん、なって、で、俺そこでリーダーのカレー。うん、で、リーダーのカレーはね、その時一個だけだったから。あ、そっか。そう、で、リーダーのカレー一個と、うん、もう一個は、うん、その、うん、
内蔵カリーのオリジナルカレーを、うんはいはいはい、で、あいがけで、うん、で、かけて、うん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 、で、まあ、こう食べたのよ、うん。で、食べてる途中でさ、うん、なんか、水野さん写真撮っていいですか、うん、ね、うん、まあ、多分インスタとかさ、そういうのにさ、うん、まあもしかしたら、いや、私が自意識過剰じゃなければですよ、うん、水野さん来ました的なことなんでしょう。うん、で、ね、私一応こう、フリー素材ですっていうふうに言っている、うんうん、そうだ、言ってるからね、公に言っている身としては、うんうん、ああ、いいですいいですよ、つって、うん、こう、あいがけのお皿とスプーン持って、うんうん、で、スマホにこうやって、ちょっと2個、はい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 、営業スマイル。営業スマイル。うん。口角上げて、みたいな。まあ、先週聞いた人で言えば、うん、15年前に俺が、犬抱いたみたいな。犬抱いた時の同じようなスマイル。はいはいはい、気持ちとしては、うん、ニコってやったら、うん、あ、そういうのはいいんです。そういうんじゃない、うん、カメラ目線いらないんで、食べててください。普通に食べて。恥ずかしいよ。逆にね。これ恥ずかしいやつだよと思って。で、さあ、まあ、最終的には、ちゃんと行きましたよって話で、うん、しかも、それうまかったし、ね、うん、レバニラカレーってやつを、期間限定やってたのよ。それが美味しいんですよ。超うまいんだよ。ね、ほんとレバーが、もう、あそこでしか食べられないっていうものの、品物なんですよ。レア、ちょっとレア。そうなんです。レアニラ、レアニラカレー。もう言えないよ。レアニラ、言えないよ。レアニラカレー。レアニラカレー。そうそう。あれはうまくてさ。そう。だからあそこは本当にホルモンが新鮮でっていうのが売りなお店がね、もともとがね。そこがカレーで。レバニラカレーも、うん、すごいプレーンな、うん、結構すっきりこう、なんていうかスパイシーな、うん、さらっとしたカレーソースに、そう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 、ご飯の上にレバニラが乗ってんだけど、そのレバニラがうまいから、うん、次行った時はレバニラ丼にしてって。うん、カレーなしかよ。うん、このレバニラ丼は毎週食いたいよっていうぐらい。まあ、でも本当美味しいんだよ、うん。そうそう。もうなんか品質のなせる技というかね。鮮度のなせる技。だからまあ、今度ね、夜にね、うん、その、夜も行きたいし、うんうん、で、その時は、うん、シャンカールにも、もう誘ってんの。シャンカールも知りこいよって言ってるんだけどさ、うんうんうん、そのシャンカールですよ。うん、私。一文句あるんだ。またあるか、また、うん、また。すいませんね、MKOリスナーの皆さんね。まあね。水野がシャンカールの話するときは文句ばっかりだから。年に数回やるけれども。ね、うん、これもね、うん、皆さんで、ね、うん、本気にされるとまた困るんでね。言っときますけど、僕もリーダーもシャンカールが大好きなんですよ。そうよ。そして仲がいいから。そうなの。こそこそなんですよ。そうですよ。うん、本当に仲良くないのは和尚だけだから。言っちゃってるけど。でね、そのシャンカールです、僕が言いたいのは、そのね、うんうん、その内蔵カリーのお二人が、僕のところにいつ来てくれるんですか、うん、いつ来てくれるんですかの、いつ来てくれるんですかのね、うん、2回目ぐらいの時に、うん、その、もう一声必要だと思ったんだろうね。うん、この水野さんは、生返事で、うん、なんとなく、忙しいふうにして、おかしいな、聞くとこによると散歩しかしてないはずなのに、そうだよね、忙しぶっちゃってる。散歩の途中で恵比寿寄れないのかな、みたいな。で、もう一押し欲しい。と思ったんだろうね。うん、その二人がね、うん。ついこの間、うん、シャンカールさんは食べに来てくれました。ね、お出してきた。出してきた。シャンカールを。で、そのね、うん、シャンカール来たんだ。なんで、うん、俺シャンカールなんで知ってんのぐらいのさ、その、あ、そうなんだ。シャンカールってなんか、関係あるんですかとか、接点あるんですかって言ったら、シャンカールさんのとこからスパイスを入れてるんですよ。そうそうなんだ、うん。いや、でもね、ちょっと待ってよと思って。うん、それ行くの当たり前だろうと思って。そうだよね。おう。ね。リーダーがプロデュースしてる、うん、シャンカールはスパイスを下ろしてるね。ね、うんうん。水の関係ない。ね。ちょっと立ち位置違わないと思って。そうそうそう。でも、シャンカールさんは来てくれ。いやいや、シャンカール遅いでしょ、それ行くの、だいぶ。今更行ってんのと思って。したらね、シャンカールさんは、うん、来てくれた時に、うん、もうね、ニコニコしながら、うん、遅くなっちゃってごめんねって言いながら来たんだって。あの男、本当に。本当そういうとこ。そういうとこだね。本当にあいつはね、人たらしなんですよ。そうね、あのノリでね。そうね。それでもうね、メロメロになっちゃってるわけ、ね、もう。高い線の高いとこから。シャンカールさんは優しいんですよ。来てくれて、遅くなっちゃってごめんねなんて言って。水野さんは生返事で一回も来てくれない。で、俺、シャンカールにも文句言ってたんですよ。言ってた。なんか、シャンカールさ、うん、遅くなっちゃってごめんねとか言って、うん、ニコニコしたらしいじゃん、つってな。うんうん、なんか、何、喜んでくれてたの？
あの男は本当、やーになっちゃったよ、本当に。っていうことでね、はい、忙しいリーダーですけれども、はいはい、あれこれやってるんでね、はい、まあリーダーの姿をいろんなところで見る機会はあると思いますよ。ね、皆さんね、無教リスナーの皆さんも。だから、その時にはあの、ちょっと、あ、忙しいなんか頑張ってんだなと。そうですね。ちょっと応援の気持ちを持って、ね、そうですね、はい。見ていただけると、ね、はい、いいんじゃないかなと、はい、思います。それでは一旦 CM です。鳥取砂丘で二人は旅に出た。急な斜面をテクテク登っていく。ラクダがゆっくり近づくから、写真を撮ったら100円取られた。愛し合う二人、はにかんで、気づいてみたら砂だらけ。全部砂丘のセーサー。また違うラクダついてくる。一緒に取ったらまた100円。全部砂丘の精査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 。それがカリーソルジャーじゃ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 。カレーのおもこれ、はい、思い出コレクターの時間です。はい、あ、さっきのさ、うん、タッチパネル、パネル、パネル、投資でパネルの話で、うん、思い出した、タッチパネルの話を思い出したんだけどさ、うん、俺さ、あの、生まれて初めてこの前、うん、コーヒーのドライブスルーを経験したわけですよ。うん、行ったことある？タム君。スターバックス。ああ、知らない。あのさ、免許持ってないからもちろん俺は。スターバックスドライブスルーあるのすら、まず知らん。うん、俺も知らない。今初めて聞いた。ドライブスルーって俺、マクドナルドのイメージしかないからさ。そうだね、うんで。マクドナルドのドライブスルーだって経験はないんですよ。うんうん、で、あの、なんかどっかに遠出をするキャンプとかわかんないけど、うんうん、遠出するときに、その行くメンバーでいるときに、うん、高速乗る前にちょっとコーヒー飲みたいね、みたいな話になって、うんうん、で、俺はそのとき運転しなかったのよ。うん、で、助手席に座ってたわけ、うん。で、左ハンドルの外車に乗せてもらってた、うんうん。で、その運転席にいたそいつが知ってたのよ。うん、この高速の乗り場のここにありますよと、そう、うん、スタバがあって、うん、でここみんな高速乗る人がここで買っていく、うんうん。なるほど、ドライブスルーだから。そう、でじゃあ、うん、あのじゃあここに寄ってこうっつって、うんうんうん、で俺駐車場をもうほら、うん、助手席だから一応、うんうんうん、あのドライバーのサポートと思って駐車場を探し始めたら、うんうん、駐車場を無視して右折してったのよ。うんうん、あいやいや駐車場あっち空いてるよっつったら。うん、え、駐車場って何？そうだね。もうこっちはドライブスルーの手で行ってるからね、うんうん。で、そしたらなんかドライブスルー的な、前に1台車がいてさ、うん、そこに、こうなんかついてくからさ、うん、ええ、うん、ドライブスルーなのってなって、スターバックスドライブスルーあんのってなって、で、そうするとですよ、皆さん見て、うん、ちょっとイメージしてくださいね。うん、スターバックスの建物の左側から車が入って、うん、スターバックスの建物沿いに右折をこうしていく。うん、そうすると、うん、当然だけれどもドライブスルーは日本車の右ハンドルの人がその場で一人のドライバーでも買えるように、うん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 、右ハンドルの人のと側に窓口が。うん、はいはい。私乗ってるのが左ハンドル会社の助手席。うん、そうすると、私が、その、窓口側に行くわけですね。うん、いるね。いるいるいる。うん、私、うん、人生初ドライブスルーでしょ？初ドライブスルー、うん。どうやっていいか全くわかんないわけじゃん。うんうんうん、おろおろし始めて、うん、もう、ちょっと待って、どうしたらいいの、うん、どうしたらいいの、うん、そこのさ、うん、まず窓口みたいなとこはないのよ。あ、人いないの？いないのよ。え？俺いなくてさ、いなくて、その、タッチパネルみたいなのが、でかいのがバーンってあるわけ。ね、いや、リーダーの等身大パネルじゃないよ。タッチパネルですよ。ね、なんかデジタルな感じの。商品名を書いてる。だから、ああ、なるほど、ここでピッピッピッってやって、で、支払いってやると、待ってると、なんか、コーヒーが、ウィーン、みたいな、自動で、こうやってくるみたいな、うん、そういうシステムかと思って、俺が窓を開けて、うん、そのタッチパネルを触ろうとしたら、うん、何やってんのって言われて、うん、え、うん、え、タッチパネルじゃないのって言ったら、うん、それはデジタルサイネージって言って、うん、ただ看板だと。看板、ね、タッチパネルじゃないよ。そこで窓を開けて、口で言えばいいんだと、うん、ね、うん、ラテ1個、うん、
ホット、ストレート、トールサイズ、うん、で、言ったら、向こうで、店内に、こうヘッドホンとマイクみたいな人がいて、その人は何とか確認します、何とか何とかでよろしいですか、うん、あ、はい、で、その後、うん、出来上がったコーヒーが来るところに、ようやくそこのちょっとした窓口のところに人が現れた。うん、でその人からもらう。うん、あ、うん、違う違う。違うわ。その人からもらうんじゃなくて、うん、それで終わりだからそこはデジタルサイネージしかないね。うん、その集音のどっかマイクしかないわけ。喋、はいはい、るだけのところだね、一応そこは。だから注文が終わったらそのまま自動車が発進して、うん、今度はもう一回右に曲がると受け取り口がある。うん、ああ、なるほどね。注文口と受け取り口が違うってことね。そうで、そこで、うん、もらう。もうその時点でさ、うん、その車内に何人かドライバー以外に俺以外に何人かいるわけじゃん。うん、もう全員が大爆笑だよ。あのドライブスルー初めての人、ね、そんな人いたんだっつって。で、なんかデジタルサイネージはタッチパネルだと思って触ろうとするし、うん、なんかどっから声が聞こえてんのみたいなことをおろおろしてるし、で、今度は金払う段になったらもう俺できないから、うんうん、とにかく、後ろに座ってる人に、うん、もうさ、俺窓閉めたのよ、もう。うん、もうやって、もう、あと、お金払って、受けてるのやって、みたいな感じで、もう大爆笑してるわけ。で、大爆笑してさ、最後ですよ。うん、後ろの人がやりとりしてくれたんだけど、うん、最後俺が、うん、その、受け取り窓口側に向かって、うん、ちょっとこう、会釈して、お辞儀したわけ。でさ、うん、その、お辞儀もさ、うん、お辞儀してるよいやそれも大爆笑。いやいやいや、店員さんが、え店員さんが向こうでありがとうございました。お辞儀したから俺も、会釈、確かに窓は閉まってるよ。そんなお辞儀まで笑うことなくない。もうさ、大変だったよ、俺、本当に。こんなに。いや、そうなんだよね。いやー、俺も本当初体験であんなにおどおどして。おもこれ言ってください。いや、すいません。おもこれだったね、そういえば忘れ。はい、おもこれか。おもこれおもこれです。あるでしょ来てるでしょあ、やばい。ちょっとおもこれいきます。はい。水野様、伊藤様、丹野くん様、こんにちは。恋は穴熊です。今日は海外でのカレー、過去唐辛子の思い出を送ります、うん。私は大学4年生の8月から翌年の7月に運よく手にした国費でスリランカに留学しました。うんうんうん、国費、国のお金。すごい。それまで私は海外へ行ったことがなかったので、スリランカが初めての海外経験になりました。私は現地の学生寮に住むことになりました。一つのベッドで若い男性が5人前後密集して眠る習慣などのカルチャーショックの連続の中で、食事にも大きなショックを受けました。なんといっても3食がカレーであること、しかも香辛料がしっかり効いていること。情報としては知っていましたが、本場の辛さは一味違うと実感する毎日でした。辛さとの対峙は特に留学初期が大変でした。辛さは深刻化し、唐辛子の辛さに逃れたい気持ちが日に日に強くなってきました。そんなある日、大学構内の一角で氷を敷き詰めたガラスケースを積んだ露天商を見つけました。ケースの中には割り箸のような棒に刺さった細長いパイナップルがぎっしり詰まっていました。パイナップルは所々に蜜が染みており、私の唾液腺を刺激しました。これは冷たくて甘くて美味しいやつだ。私は小走りにガラスケースに駆け寄りました。でか、かっこ、二つくださいっていう意味なんで、でかっていうのはね。二つも本当にという顔を一瞬したおじさん。二つでいいんですと促す私。二つ食べたいんです私は。じりじりと照りつける太陽のもと、冷たいパインスティックを頬張れる喜びがすぐそこに。二本の黄色いパインスティックを取り出すおじさん。すぐに、すぐそこにある喜びにうつつを抜かす私。今、そこに危機が迫っているとは知らずに。次の瞬間、哀れな姿になったパインスティックは私の目に飛び込んできました。真っ赤になった2本のパインスティック。瞬時に変色したパインスティック。おじさんの手には、チリパウダーが入ったビニール袋。おじさんを止める暇はありませんでした。これからやってくる幸せに油断していなかったといえば嘘になります。ガラスケースに乗せ、ん？あ、違う。
これからやってくる幸せに油断していなかったといえば嘘になります。伝えなかった私も悪いのです。でもおじさん、そりゃないよ、言ってくれよ、これじゃあ唐辛子を食べてるのと一緒だよ。唐辛子はかけてほしくなかったんだけれど、だと伝えてもおじさんは残念そうな顔を浮かべるだけ。ガラスケースを乗せたリアカーとともに去るおじさん。炎天下の中、意を決して頬張る私。スイカに塩をかけるようにパインに唐辛子をかける。そう、これが文化の違いなんだ。辛さの向こうにある甘さを噛みしめながら、また一つ大人になった瞬間でしたと。久しぶりにおもこれで声が枯れました。本当だね。まあまあ、なかなか面白い話ですな。なるへそ。パイナップルに唐辛子かけるんだ。どっさりかけるんだ。へぇ、なんかほら、チャットマサラとかね、いいってこと、うん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 。なんかフルーツ用のミックススパイスみたいなのもかけたりするけれども。うんうん。塩が入ってたりしてね。うん、うん。やってみる？パイナップルにチリ？もう。どっさりだったよ。どっさり。まあ、パイナップルは甘いからね、かなりね。うん、かなり甘いから。なくはなさそうな気がするけどね。うん、そう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 。なんかちょっと癖になりそうだもんね。うん、慣れてきたらさ、うん。でも、こう、振れば落ちるんじゃないの？そう。と思ったね。とか。うん、とか、うん。洗っちゃう？洗っちゃう。最悪ね。そう、最悪洗っちゃう。でも、あれか、蜜がちょっとこう、かかってたりするような感じだと。そのまま行く。でもほら、辛さの向こうにある甘さを噛みしめながらね。うんうん、そういう感じするよね。ちょっと良さそうな感じするよね。良さそう、うん。俺たちほら、クラフトスパイスってやってるじゃない、クラフトスパイス、うん。クラフトスパイスなんかフルーツのやつ作ってるもんね。作った、うん。ジャングル。ジャングルね。ジャングルね、うん。そうか。でもフルーツに唐辛子も良さそうな気がするな。ね。なんかちょっとやってみようかな。うんうん、もう一方行きましょう。行きますか。はい。この方は、なんか連続して送ってくれてるので、うん、1個目を読みますね、はい。水野さんリーダー、丹野くんさん、お久しぶりの、膝下、改め。あ、出た。うん。レッチョーのか、レッチョルのか、水野さんに聞いたら、うん、リーダーに、どっちでもいいわ、と言われ、結局、後の回で、膝下と呼ばれたので、そのまま膝下で行くことにした、ラジオネーム膝下です。長い。長いね。前回はどっちでもいいわって言われ、今回は長いわって言われね。500回の収録には間に合わなかったかもしれませんが、500回おめでとうございます。500回行った？また長いと言われるとあれなんで、今日はこのぐらいでってもう、リーダー読まれてる。読まれてる。読まれてる。完全に僕の行動。そうか、500回超えたのか。超えた？うん、超えた。いつ？あら！先週かな。おそうそう、500回超えましたか。超えてんですか。なんとなんとなんと。あれってことはあれじゃない？うん、その、うん、カレーの寺子屋にジャックされた日じゃないの？俺たちが。その前の週？あ、その前の週？よかったよ、これ。そうだね。500回ってまあまあな節目だからね。そうだよ。500回の記念を、500カレーの寺子屋にジャックされてたらちょっと。ね、確かに、本当に。約10年ね。そうだね。ざっくりね。まあまだ経ってないけれども。そうですか。すげえな。はあ、500回。でも、100回も200回も300回も400回も、うん、500回も、うん、何にも変わらず、我々は気づいてない感じだね。いつも通りやっちゃべってるってことね。次は500回だねなんつってね。そうそうそう。しんみりちょっとしてみたりなんかして、ね、うん、でもまあ過ぎちゃったよね。過ぎちゃったらしょうがないね、これ。でもなんか作るかい？ 500 回記念。500回記念なんか作ってもいいかな。ねえ、うん。作り物、作り物するか。500回でなかなか。M 響ね。ん？ 600 回。600回に、600回の時やるかじゃ。600回の時やるかじゃ。600回の時ね。そういうことか。600回の時に、なんかお祝いしましょうか。そうだね、そうだね。500回でもいいじゃねえかっていうあるけれど。じゃあ、うん。ね、あ、そうか、6本。あ、単独今いいこと言ったよ。1回6本撮りだから、うちらがちょうど100回集まったというね。あ、すごい。まあ、いいこと言ったかどうかも、ちょっとよくわかんなかったけど。そうだった。うん。うん、はい、まあ、じゃあ、うん、今日はこの辺にしましょう。はい、じゃあ今日はこの辺で終わりにします。もうこれ、続々というんじゃない、まだまだ募集してますので、うんうん、よろしくお願いします。はい、ということで、
今週はこの辺で終わりにします。はい、カリーソルジャーの M 強アワー。この番組はリーダーと水野がお送りしました。それじゃあ今週はこの辺でおつかり。おつかり。